東部バスの一般路線車両東部バスの一般路線車両東部バスの高速車両東部バスは東部グループが運営するバス以下の定義がある。本校では東部バス株式会社を中心にこれらを総括して詳述する。東部バス株式会社は東京都北東部、埼玉県南部及び西部、千葉県北西部、そして日光地区に路線を有する東部鉄道グループの バス事業者である。かつて、東武バスといえば、東武鉄道バス事業本部の運営するバスを指す、呼び名であったが、2002年4月に、同事業本部が分社化され、現在の東武バス株式会社が設立された。なお、同社は、統括会社として、管理業務のみを行い、運行は地域ごとに設立された、東武バスセントラル、東武バスウェスと、東武バスイースト、 東武バス日光の4社が担当する。これらの運行会社を合わせた5社から東武バスグループを形成する。東武鉄道グループのバス事業者東武バスの歴史は昭和初期に東武鉄道が日本建ての経営形態によりバス事業を開始したことに始まる。その一つは1933年に冒険会社としてもうたけし自動車を設立し、 群馬県や埼玉県北部でのバス事業を開始したものであり、もう一つは、翌1934年4月1日に、東武鉄道本体が川越地区において、直営の路線バス事業を開始したものである。以後、大ね東武本線沿線は、もう武市自動車、東武東上線沿線は、直営によって、バス路線の拡張が進められることとなるが、関東地方では、 他の大手私鉄と比べると、事業開始の時期が遅かったため、すでに沿線には、多数の中小バス事業者が乱立しており、事業の拡張は、主に、それらの買収、合併により進められた。毛う竹市自動車は当初、群馬県大田に営業所を置き、大田、気流、熊谷周辺に路線を有していたが、創業から1年が経った1934年には、早くも両毛改新車。 東毛自動車、毛武市遊覧自動車の三社を合併し、事業規模を拡大した。さらに、周辺事業者の買収を行い、1935年には、群馬県北部における営業を本格化するため前橋、営業所を設置、翌1936年に、記載自動車、野修自動車等を買収し、カゾ、栃木、渋川に営業所を新設した。これらの買収により、 事業区域が、毛竹市地方外にも拡大したことから、1936年9月に、社名を、東武自動車と改めた。東武自動車は1937年、奥日光自動車、赤木山自動車、万東自動車を合併し、棘地方に路線を拡大するとともに、沼田営業所を設置した。また同年には、気流市内線等を運営する、気流市外自動車も合併し、 桐生、伊勢崎、立林市にも営業所を開設した。一方、川越地区において開業した東武鉄道の直営バスも、その後徐々に周辺事業者の買収を繰り返し、成ります、小瀬、松山、草加周辺等へと路線網を拡大していた。1939年に東武鉄道の直営バス事業を東武自動車が引き継ぐことで、 バス事業の一元化が図られることとなり、旧、東部直営バスの車庫は、川越営業所、草加営業所となった。さらに、同年、冒険会社の軽水、e、モーターバス、埼玉自動車、A 自動車の三社を合併、それぞれの事業を、南千住、熊谷、下立の各営業所を設置して継承した。戦争の拡大に伴う、物資不足により、 バス事業の継続が困難となる中で、鉄道省は交通統制の必要から、陸上交通事業調整法を施行し、1941年より地域ごとにバス事業者の統合を命じていった。これに従い、東部自動車は埼玉、群馬、茨城、栃木各県における統合主体となって多数の事業者を買収し、さらに1943年に、 冒険の茨城急行自動車、群馬自動車、上部自動車の3社を合併し、堺中野城、本城に営業所、または出張所を置いて、事業を継承した。また1944年には、東武鉄道が、総武鉄道を合併したことにより引き継いだバス事業を、東武自動車が譲り受けし、大宮、野田両営業所を設置した。都内においては、 常磐線東南部の路線が、京成電鉄に併合されることになったため、南千住営業所の路線のうち、千住大橋、堀切間を同社に譲渡し、さらに1942年に、南千住営業所に対して、疎開命令が下ったため、これを西新井に移転して、西新井営業所とした。また1945年には、花畑の利自動車を合併し、総加北。 千住館などの路線を継承している。第二次世界大戦後の1947年には、東武鉄道が、東武自動車及び、日光軌道を再度合併し、以後2002年に分社化されるまでの東武鉄道の、バス事業の基礎が確立された。その後も、千葉、埼玉、群馬で路線の拡大を図っていく。また他の事業者の買収やグループ化なども行っており、1958年には、 万能自動車をに入れている1970年代の路線バスしかし1970年代に入ると群馬県をはじめとする北関東地域での急速なモータリゼーションとそれによる道路渋滞の発生、鉄道網の発達による利便性の向上、山間部における過疎化など日本全国の各地で見られた問題が影響し徐々に 東武鉄道のバス事業は縮小していくこととなった。1980年代には輸送自民が1970年前後の約2割程度まで激減した結果、特に関東地方北部の栃木県、群馬県及び埼玉県北部において路線の廃止や東武グループの貸切バス事業者への移管が進められていくようになった。この地域は 東武鉄道による独占営業地帯であったことと、他に例を見ない急速な路線撤退であったため、その過程において1986年には、立林市が全国初のバスの走らない市にまで至る事態につながった。しかしこの急速な路線撤退にもかかわらず、東武鉄道のバス事業は赤字へと転落することとなった。このため1990年以降は、 さらなる路線の縮小や、東武グループ以外の事業者への移管を推し進めた。2000年以降には従来東京のベッドタウンとして、団地線を中心に収益を生み出していた埼玉県南部の地域の路線も移管され始めた。そうした厳しい状況下で、東武鉄道は経営改善を目指すために、社内分社など様々な方策を検討することとなった。その結果、 東武鉄道本体の労働コストのままバス事業を続けていくことは困難であるとして2001年9月にバス事業の分社化を決定したバス事業を資産管理会社東武バス運行会社をエリアごとに東武バスイースと東武バスセントラル東武バスウェースと東武バス日光の4社に地域分社化し2002年1月30日に各 子会社を設立して移管が実施された。だが移管後も、つくばエクスプレスの開業などにより、大きな影響を受けることとなった。東部バスの運行業務は、分社化と同時に設立された、東部バスセントラル、東部バスウエスと、東部バスイースと、東部バス日光の4つの運行会社が、地域ごとに担当する。各社の担当地域は、以下の通りである。運行路線の詳細は、 各営業所の記事を参照のこと。営業所名に続く括弧内の英字二時は営業所の略記で、主に高速バス、空港リム人車、貸切車、深夜急行バスの車両後部に掲出されている。分社化と同時に、従来の営業所営業事務所、出張所営業所に名称を変更したが、これは法令の変更に伴うもので、会社組織的には、 内容の変更はない。また東部バスにおける営業事務所と営業所の違いは規模やエリアなどではなく会社組織的な都合で区別されているものであり、運行上は営業事務所と参加となる営業所の間に関係はない。東部バスセントラルで使用される大型路線車主に東京都北東部、埼玉県南東部を担当する運行会社であり、本社は 東京都足立区以降本庁の足立営業事務所内にある。東部伊勢崎千円線の住宅路線を主力とし足立、草加の2営業事務所と6営業所を有する。日本バス協会参加の東京バス協会の会員である。東北方面への高速路線の運行も担当している。ハトバスと共同で東京発の日光方面定期観光バスも運行する。 東部バスウエストで使用される大型路線車を主に埼玉県中南部、南西部を担当する運行会社であり、本社は埼玉県埼玉市北区の大宮営業事務所内にある。日本バス協会参加の埼玉県バス協会の会員である。設立にあたり、乗務員の不足から川越営業所、森林公園出張所及び坂戸出張所の一部路線を川越観光自動車に アゲオ営業所勝負出張所及びアゲオ営業所の一部路線を、朝日自動車へ一貫した。東部の打線と、JR 高崎線沿線を管轄する、大宮営業事務所、東部東上線沿線を管轄する、川越営業事務所と新座営業事務所、及び4つの営業所を有する。埼玉県より、国民保護法に基づく指定地方公共機関に指定されている。 東部バスイーストで使用される大型路線車、千葉県北西部を担当する運行会社であり、本社は千葉県柏市の西柏営業事務所内にある。日本バス協会参加の千葉県バス協会の会員である。設立にあたり、湘南営業所の一部路線を万道自動車に移管している。路線の大半が、 柏駅をターミナルに運行されており、同駅を境に西側を西柏営業事務所が東側を同営業事務所かの湘南営業所が担当する。管轄地域の路線の基礎は東部の打線の前身である総武鉄道によって築かれたもので、戦後のベッドタウン化の流れの中で多数の住宅路線が開設された。東部バス日光で使用される観光型路線車、 栃木県の日光地区を担当する運行会社である。本社は栃木県日光市である。分社化前に木野川地区の路線がグループ会社の東部、ダイヤルバスへ譲渡されたため、営業所は日光営業所のみである。観光路線であるだけでなく、色は坂のように勾配の続く路線が多いことや、陶器の保温性を考慮して観光タイプの車両が主力である。名称は全て最終時のもの。 管轄営業所は、組織改正のたびに変更があった、出張所も多いため、最終時の管轄のみ掲載。東武鉄道バス事業本部時代の最盛期は、北関東一帯に広大な路線バスも形成していたが、同地区ではモータリゼーションが進んだため、慢性的な赤字などの理由により、バス路線が廃止されていった。なお、東武により廃止された路線でも、 地元自治体が廃止代替バスやコミュニティバスとして東部グループ以外の事業者に運行を委託し路線が維持されているものがある。当初は群馬県や茨城県、埼玉県北部、中部、東部などを中心に不採算路線の廃止などを進めた。その後は同地域の残った路線を以下の現地の東部グループ市街社へ順次譲渡した。その後、譲渡されなかった路線が 東武バス各社に分社化、継承された。譲渡を受けた子会社については、以下の通り。これらの事業者のうち東の交通を除いた10社は、東武鉄道主導で、朝日自動車を統括事業者とする、朝日自動車グループとしてまとめられている。東武グループにおけるバス事業は、前述までの通り、バス事業本部を分社化した、東武バスグループ。そして、営業所。 路線を継承した11社に加えて、別途2社の関連市会社によるアサヒバスグループである。したがって、東武鉄道グループのバス事業は、となる。なお、上記事業者のうち、アサヒ自動車、川越観光自動車、国際中央交通、茨城急行自動車、万道自動車の各社のバスでは、パスも、東武バスグループ扱いで導入した。また、 東武鉄道が一括で行っている東武交通広告のバスメディアの部でも東武バスグループに万道自動車を除く4社を加えて案内されている。このため抗義の意味で上記5社も東武バスグループに含めて扱われる場合がある。これら2グループの他に東の交通グループがあったが2016年12月1日付で 道のりホールディングスに譲渡され、東部グループから離脱している。東部バスの1日乗車券類としては、下記の乗車券が発売されている。高速バスは2009年12月現在、東北方面への夜行高速バスに路線と、東部鉄道遠線を発着する羽田空港、成田空港への空港連絡バスが運行されている。内輪共同運行会社。 高速バス以下の9路線を担当する。なお、岩木号は常磐自動車道経由。あだたら号は東北自動車道経由である。高速バス、岩木号高速バス以下の8路線を担当する。高速バス以下の1路線を担当する。柏駅羽田空港線高速バス以下の1路線を担当する。横浜、羽田空港日光。 キ川線高速路線東部バスイーストではかつて JR バス関東と共同で東京駅江戸川内駅間の路線を運行していたが2006年2月28日に廃止されたミッドナイトアロー、柏深夜急行バスはミッドナイトアローの愛称で4路線が深夜の帰宅の足として運行されている。いずれも高速型の車両による運転であったが 交通バリアフリー法の適用に伴い、ワンステップバスをベースとしたワンロマ車への置き換えが進んでいる。いずれの路線も平日のみの運行である。1989年に東武鉄道バス事業本部初のシニア急行バスとなるミッドナイトアロー川越が運行を開始し、翌年にはミッドナイトアローカシミッドナイトアローカスカベが運行を開始した。2002年に分社されるまでの 約13年間は、この3路線での運行が続いていた。なお、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、2020年4月10日より全便を運休している。深夜急行バス東部伊勢崎線及び JR、武蔵野線沿線の2路線を担当する。深夜急行バス東部東上線、東部の打線及び埼玉新都市交通沿線の 以下の一路線を担当する。深夜急行バス東部の打線及び JR 常磐線沿線の以下の一路線を担当する。深夜急行バス深夜急行バスの変線東部バスの車両は4車が各々所有する形ではなく、東部バスが保有、管理し4車にリースするという形をとっており、車両増減などの事業計画により東部バスが 中介役となって4社間を転籍させている。転籍に伴う改造工事は、アサヒ自動車グループのアサヒカーメンテナンスで行っている。発注先メーカーは、東武鉄道時代から、イスズ自動車と日野自動車がほぼ半々の割合で、両社がバス部門を統合し、J バスを設立した後も基本は変わっていない。一般路線車は、イスズ車は、セントラルイースと、 日野車はウエストへの導入が多い。イスズ車は、地元の群馬県に製造ラインがあった富士重工と、川重車体工業、日野車は、メーカー標準の帝国事項日野車体工業と、富士重工ボディが混在していたが、1985年に、イスズ車が、富士重工、日野車は、日野車体に一本化された後、ノンステップバス導入を機に、栃木県へラインを移転したい鈴バス製造製。 純正ボディの採択が復活した。しかしキュービックでは前面の1枚ガラスを嫌い、中型車のジャーニー系同様の2枚ガラスとした特注仕様を導入し、この特徴的なフロントマスクは頭部面と呼ばれた。また2000年にキュービックからモデルチェンジした後もエルガの初期型では純正車体と並行して富士重工製の 新らない E 車体を仮装した車両を多数導入し、セントラルイーストの営業所に配置した。都内地区用は、全中飛車。他の地区は前後、扉車で、日の製大型車の一部が3、扉車だった。前後、扉車と3度和車の後扉は折り戸で、窓が、前扉の折り戸より、窓が小さいのが特徴であった。ワンステップバス導入以降は、全地区で全中飛に統一された。 LED 式方向膜のメーカーは、基本的に、日野自動車製の車両では、王子製、いすず自動車製の車両では、レシップ製を採用している。なお、いすず自動車製の車両でも王子製を採用している。車両や、日野自動車製でもレシップ製を採用している車両も,も、存在。国土交通省の、ノンステップバス導入率が高い事業者、ベスト30によれば、 ノンステップ車の導入比率は2015年は、セントラル91.1%、ウエスト88.1%、イースト83.5%。2018年では、セントラル90.9%、ウエスト88.4%、イースト84.3%である。2020年12月、ウエストが競合の西武バスともども、トヨタ自動車製燃料電池駆動車。 空の納車を受けた。1970年までは、青と革色の塗装で、一般路線車と貸切車、長距離路線車では、色は同じであるがデザインが異なっていた。運転訓練車の2644号車は、この塗装に復刻されているが、青帯の数が一本少なかったり、前面、後面に、頭部と表記されているなど差異がある。1970年からは、 路線車については、アイボリーと青に変更された。1985年に、現行塗装である、東武鉄道の日光線、方面優等列車用車両と同じオレンジ、赤に変更された。塗装上部には、東武バスと表記されているが、分車化後に導入した車両は上都車も含め、東武と表記されていた。2011年以降に導入された新車は、東武バスの表記に戻っている。 1970年以降の貸切車、長距離路線車の塗色は白をベースに青、橙、々、グレーが配されたもので、スーパーハイデッカー車については配色はそのままで、デザイン変更が行われた。また1992年からは、車体の車名表記が、トゥービーから、トブに変更された。その後、1990年代中盤に東部グループ、貸切共通色が制定され、 ほぼこれに統一されている。2005年から全車両に車体側面後部下に小さく頭部バスが入るようになった。高速バス ON ライナー号では専用の統一カラーを採用していた。その後他社が自社カラーに変更した後も2008年まで専用カラーが残っていたが車両代替により消滅している。2017年10月22日から 1985年までの一般路線車の急塗装を復刻した車両が東部バスイースト西しかしは営業所管内で運行開始された。上記の法則により旧1919は日野車の919号車ということになる。東部バスで役目を終えた車両は全国の地方事業者に譲渡され引き続き使用されている。2000年以降に埼玉県を含めた首都圏が 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法による排出ガス規制強化地域に指定され車両のライフサイクルが短くなったことなどから同年以降から増加している廃車車両の上渡はグループ外はもちろんのこと東部グループであるアサヒ自動車グループの会社も含めて東部グループの外商部や 指定入札業者を経由しての譲都となる。主な譲都先は、道南バス、釧路バス JR 北海道バス JR バス東北、下北交通、日本中央バス、群馬バス、新城磐交通、茨城大都、茨城交通、日立電鉄交通サービス、関東自動車、諏訪バス、中鉄バス、中国 JR バス、九州三高バス、熊本電気鉄道、 熊本都市バス、岩崎バスネットワーク、那覇バス、琉球バス交通、東洋バスなどである。また、遠く海外のミャンマーヤンゴンや北朝鮮、経済とクラソン特別市でも、かつての東部バス車両と思わしきバスが走っているのが確認されている。ただし、海外での車両については、上渡先を経由した後に、さらなる転売などを経て、そのような状態になったものと思われ、 東部グループがミャンマーや北朝鮮の業者と直接取引しているわけではない。なお、東部グループ内アサヒ自動車グループへ東部バスから譲渡されるケースは近年数を減らしている。これはアサヒ自動車グループも多くのエリアが排出ガス、規制強化地域内にあり、地域内の事業者、営業所が新車を投入し、一定期間経っている車両を 地域外である北関東エリアの事業者、営業所へ移管し、古い車両を置き換えて、ここで東武バス同様に、廃車、地方事業者へと至る流れができているため。なお、旧東武鉄道バス事業本部から、朝日自動車グループへの移管時は、大量の東武バス車両も一体的に移管されたが、すでにほとんどの車両が廃車となっている。2020年現在、 朝日自動車グループで、東武バスの中古車両を使用しているのは、国際中央交通伊勢崎営業所で、イスズエルガが2台との運休及び一部系統廃止について、東武バス。2020年10月12日閲覧。ノンステップバス導入率が高い事業者、ベスト30平成27年3月31日、現在、ノンステップバス導入率が高い事業者、 ベスト30平成30年3月31日、現在埼玉県発。人と環境に優しい燃料電池バスを導入いたします。10、21第3回東部バスフェスティバル開催、及び復刻デザイン車両の導入について、東部バスオンライン、2017年10月17日、2020年6月2日、閲覧北朝鮮旅日記。ありがとうございます。